谷由里子の一言言いたい。ねえ、やっぱり多いです。大谷さん独立したいんですけど、私は彼らに言います。会社を辞めるな。それはなんでか、まずイングさん独立を否定してるわけでも何でもないんですけど、私もそれからめちゃめちゃ講師で人気の朝倉千恵子さん、彼女なんかもやっぱりよくそういう会社を辞めたいんですっていう相談を受けるらしいです。その時に私も朝倉さんも言ってることが一つあります。もちろんね、蕎麦屋をやりたいとかね、もうしっかりした目的と目標があればいいと思います。でもそれはなくて、意外と会社が嫌で独立したいって人が多いんですね。そういう方には言ってます。ほんまに起業すんのやったら、この2つのどっちか、とにかくトップになってすごいこの人って言われてから辞めるか、もう一つは頼むからお前会社を辞めてくれと言われるか、どっちか。でもそれぐらい根性ないと、やっぱり起業ってそんなに甘いもんじゃないですよっていう話をさせていただいてます。やっぱり会社員やってると毎月ちゃんと給料入ってくるんです。これがどんだけ大事、そこに社会保険料もねあって、でもこれ起業したらしっかりその分自分で稼がなきゃいけないし、社会保険も払わなきゃいけない、税金もねしっかり払っていかなきゃいけない。そしてお客さんも、会社の看板があってのお客さんと自分の看板がなくなった時のお客さんってやっぱり扱いも違ってきます。だからそれぐらいの覚悟いりますよ。なんでこれ言うかって、意外と私たちも企業セミナー、商工会議所さんとか声かかって、企業セミナー、起業したい人たちにセミナーしてください。その時に意外とこの質問があるんです。何の仕事したら儲かりますか、その分自分で探せよってね自分で探してやと。そんな儲かる仕事があったら私がやってるわけ。それからこの仕事儲かりますかって言われるんです。そんなもん自分で儲けてよ。でやはり多いです。講師になりたいとかコンサルになりたいっていう方多いです。だってその時に私言います。いや、講師もコンサルも会社に勤めながらできますよと。会社に勤めながらやったらいいじゃないですか。今も会社もね、副業 OK のところも多いし、まあ、結構会社によったらこれグレーゾーンで、ね、土日講師やってる方多いです。それから夜仕事終わってから講師やったりとかセミナーやったりしてる人も多いです。そこで自分がちゃんと稼げるか、自分にちゃんとお客さんがつくかっていうのを自分で確かめたらいいじゃないですか。最近ではね、Zoom でコンサルもできます。意外と多いのが私は知っております。会社に副業バレないように、奥さんに会社を作ってもらって、自分がコンサルや講師の仕事してその会社に入れて、まあ、自分は経費だけ使うみたいな方もね結構おられたりします。その一例をお話したいと。ある大手自動車会社に働いてる M 君というのがいました。 M 君はある時私のところにやってきたんです。講師になりたい、なんで会社が面白くなかったんです。彼は高卒で大手自動車会社に就職して、でもその会社が大好きだったんでめっちゃ仕事したんです。上司に認められて海外転勤、普通はな、高卒の人間は海外転勤の話なんかないけど、君は優秀やから海外転勤して海外でバリバリ仕事して戻ってこい。でも彼は海外転勤嫌だったんです。家も買ったし、いや僕海外は行きたくないですって言ったんです。彼は高卒で異例の出世をしたにもかかわらず、トップからの申し出を断ったがためにいきなり降格人事になったんです。それは面白くないですよね。面白くなかった。彼はもうもう会社辞めて、うん、いろんな勉強もちょうどしてたんで講師になろう、大田さん講師になり、煽る人間がいるんです。大丈夫だ M 君、もうあんたやったら講師になれるよとか、もうどこでしたらええやん。私は言いました。嫁がいるんやろ、専業主婦、子供が2人いるやろ、これからお金かかるやろ、今年収何本持てる、800万っていうことは会社は
もうその倍は少なくとも保険料は何やかんやでね、あんたに対して1600万ぐらいの面倒を見てんねん。そして君は絶対フリーランスの講師には向いてない。私は反対します。800万儲てんねんやったら、もう会社クビになって独立してもいいやと思うやったら副業でもせえと。そして自分がどんだけ稼げるか試してみたらええやんかと。会社は辞めようと思っていつでも辞めれるやん、まあ、してるんちゃうでと。お金に追われる生活を君にさせたくないから。一回と素直だと。そして彼は嫁さんに会社を作らせ、講師とかやっていこう。でもやっぱ講師の仕事入んない、なかなか入ってこないです。彼は目をつけました。動画ね、動画やったり動画編集したり、ちょっとオンライントラベルとかやってみたり、ちょっとね会社員としての収入があるわけですから、あとはお小遣い稼ぎぐらいでいいわけです。で心に余裕があるから頼みやすいんです、仕事。M 君、これ3万でいいからやってくれるとか、5万でいいからやってくれる、お金もした小遣い、どん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 仕事ができる。で彼は会社では降格人事になったんで、さっさと帰れるんですもうなんかもう残業する気ないしみたいなんで。ところが最近彼に異変が起きたんです、まあ、そうやって副収入いっぱい入ってくるし、家族をね、まあ、コロナの前とかは結構いいところに海外旅行とか連れて行ったら、会社員ですから、しかも働き方改革でしっかり休みもあるんです。連れて行ったら家族もご機嫌。最近はね、息子に乗馬まで習わしてるっていう、ね、なんかえらい金周りええやんとか言って突っ込んでるんですけども、そうなるとどうなるか、もう完全に心に余裕が出てきます。自分のねプライベートも楽しいし、で会社以外の第三の場所ができたわけです。いろんな仕事関係のな新しい仲間と出会って、そうなるとどうなったかっていうと、自分がそうやってアメリカに行くのも断るぐらい会社に対して物を申してた。降格人事ね、嫌なことは嫌って。ところがもう会社なんかどうでもええわと思ったんで、なんか上司とかが提案しても、あそれいいんじゃないですか、それいいんじゃないですか、もう全然ね会社のことどうでもええと思ったら何でも賛成できる。そしたらなんかええ部下になってしまったんです。なんか大谷さん偉いことです、どうしたの、でも僕出世しようしそうなんですなんか知らんけどめちゃめちゃ上司にまた可愛がられるので、なんかポジションとか与えられそうなんで、どうしましたって知るかそんなもん、ね、人間ってわからないもんです。ただ私は言ってます、やっぱり起業するっていうのはなかなか覚悟より、しかも家庭持ってね、だから一番になるか頼むからやめてくれって言われるか、どっちかにチャレンジしてからやめても遅くないよ。何よりも今はこっそり副業とかできる時代になってきたんです。休みの日とかに自分の力試してみる、オンラインで試せるものを試してみる、そういう手もあります。もちろん絶対やりたいことがあって、もう全財産投げ打ってでもこういう会社を作りたいんだ、そういう目的と目標がある方はやっぱりチャレンジされたらいいと思います。俺はこの技術持ってて、俺のやり方でこの技術を広めたいとかね、俺が作りたいもあるんやって言って独立された方もたくさん知ってます。それを否定する気なんか全くないです。ただ会社が嫌だから、職場が嫌だから、なんか儲かるものないかなっていうのはやめた方がいいんじゃないかなっていうのは私のあくまでもアドバイスです。今日も目の付けどころが楽しかったと思った方はいいねボタンを押していただきたいなと思います。またご意見等ある方はこの国民うさぎまでよろしくお願いします。